じゃあここで、何が問題かっていうと、いい意味で感情は動きます、いい意味で感情は動きます。そしてグランドクラスっていうのが全部して、感情も火星金星海王星なので、もう情熱と愛情と無意識の間でいろいろな感情がブル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 って起こって、それで勢いに乗ってなんか行動しちゃおうっていうのがあるんだけど、今回はですね、あんま動かない方がいい感じがします。だってこのグランドクロスが活動宮で起きてるんだから、感情が起こっても行動には移さない方がいいと思います。はい、今回感情はすごい動きます。そんな時にご先祖様にお祈りしたり、自分の中で、肉体の変化を感じ取ってみたり、ダイエットをしたりとかファスティングをしたりとかね、肉体筋トレをしたりとか、いろいろダンスを踊ったりとか、肉体の内面的な変化と、ご先祖様に対する、お祈りとかをする中で、すごい感情が動いて、その時にそれを行動に移そうとするんですけど、それ行動に移しちゃダメ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 よ。今宵あなたと踊る Beautiful Tonight っていう感じになってきますね。でもね、グランドトラインからカイトが2つできてて、グランドクロスもあるから、すごい皆さんすっごい感情が動いて、で行動に移したくなるけれども、今回はその感情を自分の中で感じてみる、感情を自分の中で感じてみる、そして、行動に移すのはもっと後にしようよっていう感じね。なんか大きな変化が起こり出しましたよ。日出と発出なので、あなたの中の経済的な変化、収入の変化が大きくやってくるんですけども、それはちょっと遅れてやってくるので、今はすぐに行動しない方がいいですよ。感情に任せて行動しないでくださいねっていう感じ